皆さんご存知のアメリカ生まれのトムとジェリー、猫とネズミのはちゃめちゃな追いかけっこのお話が今なお続いています。1940年に始まり、21世紀に入っても未だ続くこの追いかけっこ、すでに70年以上も続く中で、さまざまな都市伝説があるのをご存知でしょうか。トムとジェリーが大人から子供まで愛されている裏には、こんな都市伝説が噂されているんです。猫のトムがただの猫ではないと言われているのには理由があります。まず、普通の猫にしては大きすぎるのです。アニメで立ち上がったトムと背景のキッチンなど家具の高さと見比べてみましょう。大人の腰ほどの高さに頭がくるような身長です。しかも子犬や人間の赤ちゃんを片手でつまんでしまうぐらい力持ち。もちろん片手でつまんでいるわけですから、二足歩行もできます。実際にそれを裏付けるシーンがあります。犬のブッチに毛皮を刈り取られたトム、その時の姿は上にランニングで、下は赤いパンツ、毛足の白い箇所は手袋と靴下といった設定、さらには毛皮の脱ぎ着が可能。こういった下着シーンはシリーズの中で何度か出てきています。しかもトムは時々大人の嗜好品であるワインをたしなむことも。そのため人間の大人が着ぐるみを着ているという都市伝説ができたのでしょう。